パラグアイの教育ではパラグアイ共和国の教育についてもべる。1992年憲法の第73条によって教育を受ける権利が第75条によって教育を受けさせる社会の責任が第85条によって教育予算が国家予算の20%を下回ってはならないと定められている。初等教育の6年間と前期中等教育の3年間の 計9年間が義務教育期間となっている。パラグアイの教育政策に対しては、基本的には文部省が責任を負っている。幼稚園の5歳から6歳までが就学前教育と位置づけられている。しかし、6歳以下の人口で幼稚園や保育園に通っているのはわずか5%ほどである。初等教育は初等学校の6年間である。 1992年の初等教育の就学率は92%、卒業率は54%であった。中等教育は、中等学校における3年間の前期、中等教育と同じく3年間の後期中等教育からなる。後期中等教育からは、人文科学、バチリエラート、商業バチリエラート、技術、バチリエラートに分かれている。その他にも技術者、教員、 専門職を養成することを主眼に置いた専門教育課程が存在する。1992年の中等教育の就学率は37%、卒業率は18%であった。後期中等教育の人文科学バチリエラートか、商業、バチリエラートを修了した者は高等教育を受けることが可能になる。学部は4年生から6年生である。 1989年に高等教育に関する規制が取り払われるまでは国立アスンシオン大学とパラグアイカトリック大学以外の大学は存在し得なかった。1992年憲法第140条によってそれまでのスペイン語に加えてグアラニー語が新たに公用語として認められ第77条ではグアラニー語で教育を受ける権利が定められた。 1994年から初等教育におけるグアラニー語の導入を定めたバイリンガル教育計画が実施されている。初等教育、中等教育、高等教育のいずれにおいても中退率が高く、また都市部と農村部で学校の設備に大きな格差があること、国家としての所得格差の大きさが教育への平等なアクセスを妨げていること、 教員の待遇の悪さに起因する無資格教員の存在などが問題となっている学校の詳細情報を日本流で学ぼう。パラグアイの私立学校。ありがとうございます。